ところをゲは、日本の実業家。グキャット株式会社、アールバイロジェン株式会社代表取締役社長。現コーポレーションや日本バイオロジカルズ、アリジェン製薬などを設立し、一橋大学イノベーション研究センター特任教授、等も歴任した。東京都大田区大森で、農林省官僚所秀夫とところ柳の子として生まれる。 父が在アメリカ合衆国日本国大使館に赴任したのに伴い、小学校3年からワシントン DC に移り、中学校1年まで暮らす。1972年一橋大学経済学部、卒業、イースタンハイブレッド入社。1980年から、米パイオニアハイブレッド、インターナショナル社国際部営業本部長兼パイオニア、 オーバーシーズコーポレーション取締役として、市場開発を進め、輸出額を大幅に伸ばした。1982年に帰国し、ソフトウェア会社等を設立した後、1986年5社を、合併資源コーポレーションを設立し、代表取締役社長に就任。1994年日本バイオロジカルズを設立し、代表取締役社長に就任。 2009年に同社を日本全薬工業に売却。2001年にアリジェン製薬を設立し、代表取締役社長に就任した。そのコンセプトは、日本初を世界にというメッセージを込めていた。2009年から2015年まで、一橋大学イノベーション研究センター特任教授。2014年、松井隆則、チャンドラウィックラマシンゲと共に、 一般社団法人アイスパ設立。グキャット株式会社、アールバイロジェン株式会社代表取締役社長、ルフナ大学客員教授、全西町インターナショナルスクール理事、アイスパ理事なども務める。ありがとうございます。